超バカ元旦那の話。私28歳、元旦那28歳。英語28歳、大学時代の親友、英語嫁26歳。B 語28歳、元旦那の大学時代のサークル仲間。C 子24歳、元旦那と同じ会社の子。結婚して5年目、初めての子供を妊娠。と同時期に、旦那の大学時代の友達栄養が結婚することになった。出来婚らしく、式は1ヶ月後。元旦那と栄養は、大学卒業後、栄養が実家の方、北海道で就職したため、長年会ってなかったが、電話などでの交流あり。私たちの結婚式には出る予定だったのだが、身内の不幸が重なり、急遽キャンセルとなって会えなかった。式は栄養の地元の北海道。ぜひ夫婦で参加してほしいと打診された。交通費出すし、希望があれば、宿泊も2泊面倒を見てくれるとのこと。以前ドタキャンした償いだと。1ヶ月後なら安定期に入るし、子供が生まれたら、旅行もなかなか行けなくなると思い、出席しようと思っていたのだが、旦那に止められ、旦那だけ送り出すことになった。式当日、自宅の固定電話に、元旦那から電話が。式が終了したという報告かと思い、電話を取ったのだが、元旦那の大学時代の同期の、B 男と名乗る人が、弾丸のように話し始めた。あなたの旦那は、浮気相手を式に連れてきた、バカ野郎だ。詳しくは、式のビデオにちょっと映ってる。送るから見てくれ、と。私はパニック。意味がわからなかった。元旦那に代わってもらうが、ごめんと言うだけ。ここで栄養嫁に交代。細かい話を聞く。B 男が元旦那を発見。だが嫁が違う。前の嫁と離婚して、再婚でもしたのかと聞いたが、あわあわしてるだけで、何も答えない。その様子を見た栄養とその嫁が、ちょっとした喧嘩かと思い、仲裁しに来た。元旦那は、B 男の勘違いだと言ったが、B 男は、私たちの式に来てくれた人。元旦那の嫁、私が、知り合いに似ていたから覚えている。この女、C 子は嫁じゃないと、断言できる。C 子はこの間だんまり。栄養が、元旦那に、本当かどうか確かめると、元旦那は言い訳を始めたらしい。嫁は妊娠してるから心配で置いてきた。でも、夫婦で出ると返事したので、代役を立てたと。嫁が妊娠と聞いて、C 子が怒鳴り出した。レスじゃないのか。離婚するって言ったじゃない。お披露目を兼ねて連れてきたんじゃないのか。会場に響き渡る声。招待者の注目を浴びる。ここで栄養が切れる。妊婦を置いて、不倫旅行とは、いい度胸だな。それも旅費全部うちら持ちだ。嫁が大変な時に何してんだ、ボケ。不倫カップルなんて気持ち悪いんだよ。式が汚れる、帰れ。俺たちの友情は今日限りだ。二度と顔を見せるな。会場が静かに。次の日、元旦那は、A 男&A 嫁と B 男に連れられて帰ってきた。なぜか、いきなり三人に謝られた。そして、余計なお世話かもしれないが、ビデオを見てほしいと。一人で見るのは嫌なので、お願いしてみんなで見ることに。元旦那はうなだれたまま、誰の顔も見ようとしない。ビデオには、A 男と A 嫁が、元旦那と B 男に近づいたところから映っていた。これは言い訳できないなと思ったら、涙が出てきたと同時に、吐き気が。そして倒れた。起きたら病院で、母が泣いていた。流産してた。泣いた。自分の弱さに。母が元旦那を呼び出したのだが、ただ、部屋の隅の方で泣いてるだけ。A 男と A 嫁、B 男も来てくれた。泣きながら謝っていたが、何も思わなかった。後日離婚した。もちろん、元旦那からと C 子から、慰謝料はもらった。A 男と A 嫁、B 男も、慰謝料、迷惑料を払うと言ってきたが、それは断った。A 男と A 嫁のご両親が謝りに来た。こちらこそ、
バカな元旦那が式をぶち壊してしまい、申し訳ございませんと謝ったら、号泣された。元旦那に、なぜ、北海道にシーコを連れて行ったのか聞いた。栄養の式に、大学時代の知り合い、私たちの結婚式に出た奴らは、来れないと聞いた。嫁も妊娠してるしチャンスだと。ただで、彼女と旅行できてラッキーだなと。栄養に、後で嫁が違うと突っ込まれたら、どうするつもりだったか聞いたら、遠いからバレないと思ったと。写真に残るなと聞くと、手とか繋がなければいいかって。まあ、ビデオには残ったけどねと言うと、だんまり。その後、元旦那の大学時代の友人は、すべていなくなったらしい。A 嫁は、たまにメールする中。C 子はご両親にバレたらしい。謝りに来たいと言われたが、お断りした。B 嫁は、自分が余計なことをしたばっかりにと、何度もメールしてきたのだが、いい加減ほっといてくれと、オブラートに包まず、何度も言ってなだめた。元旦那とは10ヶ月のスピード婚でした。若い頃の自分の見る目のなさにショック。子供に関しては、悲しい以外は考えられない。恋愛する気もなし、